185cm、110kg。魂の拳を持つ男、殺人アニメーター、ドン・フライ。赤コーナー、182cm、115kg。最後のイノキイブの継承者、ハイリングビースト、藤田和幸。
ストレート、いきなり強烈なパンチ、まずはストレート、ストレートから入る、おっとストレートを伸ばす、そしてフロントキックを出していく、まずはストレート、さらにストレート、さらにストレート、カウンター入った、おっと来た、いいですね、おっと今のは脳が揺れたが両者一歩も譲りません、今の攻撃は効いているでしょうね、ダメージはどうか、いや見応えありますね、いい試合ですよ、両者も一発も狙っているのか、藤田選手もっと気持ちを前に出していった方がいいですね、しかしこれをガード、ジャブだ、ストレートだ、ロングキックだ、ストレートだ、おっとストレートを伸ばす、ストレートだ、強烈なパンチだ、ストレートだ、ここは一気に行く、一気に打ち込んでいく、ストレートだ、おっとボディーか、これはすごい、すごい攻撃です、さあどうだ、効いているぞ、おっとストレートを戻す、これはすごい、すごい攻撃です、見応えのある試合展開です、すごいですね、すごい試合になってきますよ、あっと綺麗に入った、決まりましたね、さあ今の試合が決まったシーン、リプレイでもう一度見てみましょう。